いなべのスイーツ企画を持ってまいりました。今回個人的に紹介したいスイーツですね、我々一つずつ持ってきましたので、いなべのチャップリンになります。すっごいお茶組み合わせやばい、本当に。例えるなら武豊とディープインパクト。これはスコーンです。うまい、ものすごいしっとりしてます。これ例えるならダートのババぐらいしっとりしてます。しっとりしてますね、それ。じゃあ孫さん、こちら何ですか？はい、はい、こちら僕が今回用意させていただいたものなんですけども、北西町の別名にある八社さんという店の商品になります。和菓子、夏でも和菓子を楽しんでいただきたいっていう気持ちから生まれたスイーツになるんですけども、あんことレアチーズもそうですし、お茶とレアチーズもすごく合うなと以前から思っていたので、あんこお茶のところにちょっとこうさっぱりとしたこう酸味のあるレアチーズを、はい、選びました。それこそココナッツのブランマンジェだったり、いろいろちょっと洋の組み合わせとかいろいろ考えたんですけど、これが一番私たちの中でも蜜がマッチしてもうこれやなっていうので、はい、決めました。うちのどっちかっていうとそのみずみずしい感じが他のと比べるとあって、水分がたくさん含んだ皮なので傷みやすいといえば傷みやすい生地になってるんですけど、それよりもやっぱり味が一番考えて、日持ちは長くても3日間、その代わり3日間は自分たちが理想の味をしっかりご提供できるかなと思います。私たちのイメージでどら焼きで連想するのがもうドラえもんに出てくるどら焼きで、あのフォルムがやっぱなんかあれに近づけたいなっていうので、早速食べていきたいと思います。ちょっと最初の商品抹茶でかぶってしまったんですけど、また違う抹茶の味が楽しめたらというふうに思いますので。これも緑光栄さんのやつですか？あ、そうです。で、これ3層に分かれてるんですけども、一番上が緑光栄さんのかぶせ茶を使ったムースです、うん、で、この2層目が濃厚レアチーズになってます。で、3層目が、八社さんの自家製の粒あんになってます。へー、上はパウダーなんですね。パウダーやね、これは。あーすごっ、あーすご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 、沈んでいきますね、これ。あー美味しい、めっちゃうまい。またプリンとは違いますね、やっぱり。そうやね、味は、うん、粉もかかってて、濃厚さもちゃんとありますね、うん、ちょっと3つ同時にいきますわ。チーズが美味しい。へえ。いっぺんに行った方が美味しい。いっぺんに行っても美味しいですね、これ。やっぱりなんて言ったんですかね。なんか抹茶とチーズって一見どうなのって感じ。あんまり聞かんしますけど。和と洋で。めっちゃバランスいい、ね。めちゃめちゃバランスいいですね。八社さんといえば、カニトとか、どら焼きが結構有名で。和菓子のイメージが。うん、和菓子のイメージ強いけど。ティラミスみたいな感じですね。そうよね。そういえば今思い出したんですけど、この商品名はそうそうですそうです。あ、だいぶ食べてからだいぶそうっていう商品です。あ、そうなんですか。そうです。いや、でもこの3つのバランスものすごいですね。ものすごい、なんか嫌な予感して今の日々。もうなんか例えるならこの3つのバランス例えるなら、例えるならもうやっぱり我々イナチューブの3人組じゃないですかね。ああ、この3層が。このバランス。おもう、このコメント恥ずかしすぎる。ごちそうさまでした。はい、もう我々全員一つずつ紹介させていただいたんですけど、はい、実は今回ちょっと撮影者の一品持ってきてもらったので、はい、紹介させていただこうと思います。おぉ、いいですね。皆さんご存知ですよね、これも。これはもう、いなべ市民なら知名度 100% じゃないですか。はい、僕も知ってます。知ってます皆さん。はい、皆さんご存知、イナベのキャベツでございます。はい、こちらがですね、普通の小キャベツになるんですけど、これがまあ普通のシュークリームと同じぐらいの大きさで、もう比べていただくと分かるんですけど、全然違いますよね。全然違う。
つ見てもでかい。まあ一人で食べることを前提としてない商品で、まあ、皆さん集まった時とかにも食べていただければと思うんですけど、これ上からですね、これフォークで崩して、中に入ってるクリームと上の生地を絡めて食べるのがおすすめの食べ方になりますね、うん、これあれですね、あえてクリームがパンパンに入ってなくて上ちょっと空洞になってるんですよ。へえ。5時間経つとちょっともうサクサク感なくなってしまうそうなので、うん、買ってから皆さん5時間以内に、食べていただければと思います。実は僕初めて食べるんですよ。ちょっと初サクサクなんですけど、ちょっとサクサクしていきます。えい、サク。お、うわ、すごい、本当に。あとはサクサク聞こえますか皆さん。すごいですね、サク度。パイ生地ですね。これもっと崩していくんでね。めっちゃうまそう。いいね。下手くそやな。なかなか難しい。やりすぎには注意。はい、じゃあとりあえず食べやすい、サイズに取り分けさせていただきました。本来の食べ方ではありませんが、これ多分3分の1ぐらいなんですけど、全体の頭だもんありますからね。食べ放題、すごいボリュームですね。いただきます。いただきます。いただきます。サクサクサク、おかわりいただきます。早いっすね。早いっすね。見た目のインパクトに持ってかれますけど、うん、味もちゃんと美味しい。そう、ね、確かに本当に美味しい。クリーム濃厚ですもん、うん、僕結構このキャベツって昔からあるじゃないですか、うん、なんで市外とか県外の友達とか遊びに行くときにちょっと手土産で持ってったりそれは、ね、してますね。インパクトもあるし、結構喜ばれるやん、ね、そう、結構これおすすめの。あ、それはいい感じ。僕もこのキャベツに関するエピソードありまして。お、あるんですか。買って帰ったら喜ぶかなと思って買って帰ったんですけど、一人で全部食べてしまったっていう。なんで家族はまだこれを知らないんで。マジっすか。また買って帰りたいと思います。すげえ。食欲バゲモンですね。バゲモンですね。よかった。はい、というわけで、全部の紹介が終わったんですけど、いやー美味しかったですね。いや、これはいい企画でしたね。ね、もう今デザートだけでも満杯になっちゃった。今回ですね、我々ちょっと4つしか紹介できなかったんですけど、鍋にはですね、たくさんまだまだ美味しいスイッチがありますので、皆さんのですね、おすすめの商品などありましたら、ぜひコメント欄にでも書いていただければと思います。よかったらチャンネル登録と高評価と周りへの周知お願いいたします。お願いします。では、バイバーイ。